あ、でもこれ赤ウーマンまで読めなきゃダメか。これ赤ウーマンまで読めるかもしんない、村上さんだったら。またこれなんですよ。でこんな手配でさ、またこんな右半分、はい、右半分がどうしようもなくてさ、だけどツモが効くのよ。俺これマジでじれったくてさ、俺こういう手嫌いなんだよね。一旦急速切って、うん、でツモがめっちゃ効くの。見てて。まず3万。まず3万ね。やば、うん。で、人の手配も読んでいくね。あ、この曲あれだ、伝説の萩原さんやっぱパーソ切り多いよな。薬杯絡んでるとパーソ切る人多いよな。でこれね、ちょっとヒント言おうか。あんまり俺別に勝ち送ってるわけじゃねえんだけど、あのね、パーソキューピンの後にチューン出してんだよ。うん、これ吐くか吐つ結構統一の時にあるパターンなんだよね、マジで。でリーチ宣言版が E ピンだったんだけど、結構3ピンと吐つのシャンポン、3ピンと吐くのシャンポンって結構あると思ってた俺はね。これアベマズのやつね、よく言ってて、俺が十何年研究してて、土田さんとかにも、まあ、こっそり教えたことあるんだけど、半分、50% ぐらいのことを。俺、よく配信で言ってんじゃん。別にどうやってるわけじゃねえんだけど、俺のパターンよくあんだよ、これ。萩原さんは、あの、ハクハクチュンとか、ハツハツチュンって持ってると、チュン結構引っ張ることがあるから。うん。でも、ツモ伸びちゃってよ。これな、ソーズが4連になって、イーソー来て4連になって、まあ、こうなりました。で、この時から、ドドン。結構伸びたんですよね。で、これトンからわざと切ってるんですよ。なんでトンから切ってるかっていうと、これトンバじゃないですか。トンからわざと切ってるんですよ。俺、萩原さんにポンされると思う。ポンされた時、俺これ万眼ぐらいあったら、受けんのめんどくせえなと思って。うん。で、ドラ切ってきたんですよ、つもぎり。ハギーがドラをつもぎり。うん。これは危ないですね。はい。萩原さんドラ大好きだからさ。うん。そうなんだよ、俺言っとくけど、覚えてる？ハツを一番左に持ってってるし、俺、チートへのパワーワン短期も読んだからな。パワーワン一番左に置いたからな。みんな、配信見直してみ、放送。俺はパワーワンも読んでたからな。あ、来た。これで、ね、これでね。はい。これで、ハク切ろうと思ったんだけど、ハクポンのウッパーマンポンテンとかだるいじゃん。だるい。だからウーマンから切ったんだよね。はい、赤ウーマン引いたらいてんだけど、はい。そしたらリーチって言われちゃったんで、プーン。萩原さんに。萩原さんに。これ、イーピン切りリーチが来るんですよ。あ、次だ。あ、次。ごめん、次。じゃあ、ここは。ここ。あ、ここで吐く切った方がよかったかな。吐く切った方がよかったかな。でもね、やっぱ、萩原さんはね、あるんですよね。はいはい。いいピン切りリーチ。この時に、俺は、ちょっと待ってね。はい。数ピン入り目か？数ピン入り目か？ 135 のイーペックの、崩れたやつか？112335ピンに数ピン引いたか、うんうん、確かそんな配信系だったんだよ、はい、うん、1ピン切りがおかしい。でも俺は133のパターンもやっぱ十分内蔵されてたから、はい、これ数ピン入ってリーチだと思う。ほらね、だからこれあのね、すげえ、ほら、うわー、すげえ、うん、これね、あの113も十分単純パターンもあるんだよね。なんで俺が113ピンしかないかって思ったかっていうと、はい、ピンズが89ピン切っちゃってるんですよ。パーピンツモ切りなんですけど、はい、萩原さんは仮に112335ハツハツって持ってて、ハイパイから9ピン持ってたら本一見るんで、こんな顔にならないんですよ。だから、これは後引きピンズが多いはずなんですよ。後引きのピンズ。はい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 、ハイパイから112335ピン、9ピン、ハツハツなんてあったら、こうなんないんで、はい、これは、後引きでピンズを引いてるはずなんですよ。マジで。俺はそう思った。チュンのとこで引いてるはずなんですよ。チュンのとこ。全然違った。すいません。あ、ほら、両ピン引いてるでしょ、はいはい、チュンのとこで両ピン引いてるでしょ、はいはい、両ピン引いてチュン切ってるでしょ、はい、このピンズの伸びで、まあ赤ウーマン持ってたのね。なるほどね。まあ、大体読めてる。大体読めてる。はい、うん。だからこんなんさ、普通にさ、133ピン、ハツハツだったら俺超かっこいいのにさ、3ピンのシャンポンだったら超かっこいいのにさ、俺が思ったこと正直に言うってことね。あの、本当に3ピンとハツのシャンポンとか最初にふわっと浮かんだね。最初にふわっと浮かんだ。うん、これが、まあ、嘘切った後だから当たり前か。いいピン切り、
ドラの運送切って1ピン来たら関連してんに決まってんじゃん、うん、だから俺3ピンとあれだと思ったんだよな。あ、でもこれ赤ウーマンまで読めなきゃダメか。これ赤ウーマンまで読めるかもしんない、村上さんだったら。赤があるから、赤があるから、はい、ドラよりもいいピンを残したってこと。はいはい、うん、だけど俺はいいピン切りはシャンポンの方がパターン多いと思う。そっか、赤があるとこれちょっとめんどくせえな。ちょっと待って、赤入りめんどくせえな。アギアさん、これ赤があるときはちょっとメモっとくわ。赤があるときは嘘を切るのね。ちょっと今メモるわ、萩原ノート。無理だよこれ、全部読みきれない。ちょっとこれ読めねえな。まあでも大体分かったな。赤があるときは嘘を切るんだね、うん、よりによって一発キャッチだからね。よりによってね、両方持ってる、うん、持ってるから無理だ、うん、で俺これ土屋さんあたりはきっとどっちか切るとか言いそうだから、お、俺はマジ粘りすらしねえってとこ見せてやろうと思って、はい、嘘切ってやった。パーピンで粘るとか、はいはい、なんかリャンマン切るとか言われたら、思われたら嫌だから、はい、うるせえっつって、白髪は切らないんじゃいっつって、はい、ドラのウースをバーンって切って、はい、白髪左に置いてやったわ。なるほどなるほど。俺だけの自己満足。でもいいっすね、左に置いてくれた解説の人も分かりやすくて。だってこっから赤、こっからドラのウースを、だってピンクドラドラっぽいイーシャンテンから、はい、ドラのウースをバーンって切って白髪を左に置いたら、さすがにこの人は白髪を警戒しているって思うだろ。そう、うん、やってやった、やってやったわ。ドラのウースを切ってやったわ。確かにそれは解説にも優しい。解説に優しいだろ、見てる人にも優しい。これをパーピンとか切っちゃうとまだネバリングだと思われちゃう。はいはい、うん、ネバんないこんな手は。まあいいや、こんな次の曲いくわ。もういいや、読めたからいいよ。はい、次。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。